はい、どうも皆さんこんばんは、おじいです。本日はバイオハザードリベレーションズ2の追加 DLC ですね。モイラが、フレアと離れてから半年間どうやって生き続けていたのかのエピソードが一つと、なんだ、モイラ、クレアと離れた後、優しいおじさんに連れて行かれたナタリアが果たしてバリーに会うまでの半年間何をしていたのか、まあ、半年間というか、どうやってバリーと出会ったあの海岸沿いまでいたのかといったね、その辺の謎を解いていきたいなと思います。母ちゃんいらっしゃい、ゆうちゃんいらっしゃい、ありがとう、こんばんは。というわけでやっていきましょう。スタートゲーム。バイオハザード。ボリューム大丈夫かな、うるさくないかな。よいしょー、楽しみですね。よっと。まずは、モイラ編からやっていきたいなと思います。ちょっと待ってね。よいしょ。これですね。ある戦いの記録。これからいきたいと思います。そんなに両方とも長くないので、多分大丈夫かなと思いますが、まあ大体2時間ぐらい目処で考えております。やっていきましょう。あ、待って、スキルセッティングできるじゃん。やっとく？ちょっと待って、7000。ああ、じゃあモイラの使えるやつやっといた方がいいよね。できるんだ。ちょっと待って、じゃん。ダッシュナフィランな。あとないわ。ないな。これ、どっちステップもう一個つけれるから、これ一応つけとくか。よし。じゃあ、こんな感じで行きましょう。カジュアルでお願いします。まだ生きていたとはな。全く悪運の強い小娘だ。最悪。うん？どこ行くの？動けるならとっとと出て行け。すぐまた面倒に巻き込まれるぞ。あっそ、わかったよ、じいさん。言われなくても出てくったの。でも出て行かなかった。だって、行くあてなんてなかったし。で、彼のところに居ついたの。自分のことは自分でやるっていう条件で。それが私たちの最悪な6ヶ月の始まり。クレアと別れて2ヶ月が経った頃、私はじいさんのおかげで動けるまで回復していた。腕輪はその後反応もなく、ウイルスが発症することもなかった。私はなんとか生き残ったみたい。ラッキーだった。そんな私にじいさんは早速狩りを手伝えと言ってきた。ここでは生きるために必要なものは全て自給自足、それがルール。銃は使えるか？まあ一応。よし、弾は自分で手に入れろ。なくなっても俺は知らん。分かってるよ。自給自足がルールなんでしょ。
はい、やってきました。これね、今回ちょっと珍しい感じです。エピソードではミッションを失敗してリトライする際に食料を消費します。食料は動物を倒すと手に入れることができます。リトライの際に食料が足りないとゲームオーバーとなり、ゲームオーバーになると途中のデータは破棄されます。なんてことでしょう。森の奥にある製材所の門へ向かえ。製材所の門ね、了解。必ず日が沈む前にたどり着けよ。さもないと化け物どもに食われちまうぞ。わかってるな。わかってる。食われる側はごめんだよ。はい、というわけでやっていきましょう。返してもらうぞ。働き、クソガキ。クソガキ。はいはい、頑張りますよ、クソジジ。二人とも口悪いんだよね。とりあえずアイテム回収していきましょう。で、上に食料のマークがまだ出ないんだけど、食料集めたらそのマークが出てきます。なので、ちょっと待ってね。で、その食料が尽きた状態で死んでしまったりすると、マジでセーブごと破棄されます。なので、食料は確実に集めていかないとダメです。だから間違えて死んじゃったりとかしてもデータじゃない、食料がないとそのままセーブデータごと消えちゃいます。で、今回のこのモイラ編はね、めちゃくちゃサバイバルです。もう銃撃ってなんぼみたいな戦いです。食料がないね。ウサギさんとかね、いろいろそういうのを、あっ、いた。ちょ、申し訳ないけど心が痛む。痛むね。よいしょ。こうやって狩りをしていきます。やっぱり銃にはまだ慣れないな。何をブツブツ言ってやがる。ぼやく暇があったら働け。分かってるよ、うるさいな。仲悪いね。仲いいんだが悪いんだが、ちょっと食料が見当たらないな。あ、いた。1匹だけじゃね、一つの食料になりません。なので何匹か買っていかないと。せめて3つ袋欲しいね。3つ分の食料ね。よいしょ。玉とかも自分で集めないといけないからね。どっかでガサガサ言うけど、これおじいちゃんが動いてんのもガサガサ言ってんだよな。アイテムがいろんなところにあります。これも集めつつだね。どこにあるかわかんないけど、僕ね、この辺のエクストラエピソードほぼほぼ分かってない状態でやってます。なんとなくルールとかある程度は知ってんだけど、体験的なもんがほとんどないので、マジでわかりません。見えないよね、みんな。僕もあんま見えてないよ。よいしょ。まだだね。まだ1個目に到達してない。あれ、先かな。よいしょ。よいしょ、よいしょ。ごめんね。まあ、食料はね、こうやって食べられてるわけですよ。かわいそうとか言ってられません。あ、ちなみにこの、いった!この虫もね、食えるそうですよ。ちょっと硬いらしいけどね。その虫か、じっくり火を通せば食えんことはない。食えんことはないらしい。食べるのはさすがに嫌だな。嫌だね。はーい。脅されてますね。じいさん、足元危ねえよ。お前も食ってまうぞ。ちょっとね、こんな感じなのでチャットをちょっとね追えないと思います。結構ね、バトルシーンもなかなか大変なんだよね、このゲーム。だからちょっと間を置いてチャット見たりするね。ちょっと集中するね。
まあでもあんなにこう銃とかを使わなかったモイラがこれだけ一生懸命っていうかね、銃を使ったりできるようになってるっていうのはすごいよね。これちなみにどこへ向かえばいいんだ。ん、これしたね。どこだ。じいさんガサガサするからわかんねえんだよな。あれ、これ戻ってきたかな。目的地がいまいちよくわからんな。んーと、あの青のマークのとこに場所わかんないのよ。言いたいならはっきりとそう言えば。じいさん場所教えて、場所。このままだと僕死んじゃうかも。向こうでいいの？どんどん離れてる、もしかして。違うよね。違うよね、やっぱり。家があるね。こういう家は見ていこう。よし、あと6分。まあまあ、時間はね、言って、あると思うので。腕虫の肉。腕虫って言うんだ、これ。うお、びっくりした。おー、危ねえ。化け物どもなんだ、これ。私だって、やるときはやるんだから。これ食えねえの？ここだね、多分。集中、集中。クレアの銃の使い方を思い出して。あ、まだだ。ん？逃げられたか。敵もガンガン出てきまーす。ネズミ！ネズミの肉！ショットガン！ありがとう！よし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 。傷だらけにはなった。脱獄者の密告。傷だらけにはなったが、どうにか施設から逃げ出せた。今でも信じられない。あそこで行われていたのは、ただひたすら人に恐怖を与え続ける行為。全く狂ってるとしか言いようがない。森で会った連中にその話をしてもどうにも信じてもらえない。やはりみんなあの救世主を絶対の存在と信じている。確かに俺も信じていた。事実を知るまでは。こうやって知ってる人もいたんだね。島の外に助けを求めようと通信塔から連絡を取ろうとしたが、まるで通じない。この島は孤立しているんだ。この事実を早く誰かに伝えなければ、島の連中はみんな食い尽くされてしまう。救世主と崇められている、あの女に。なるほど。まあ僕はすぐ気づいたけどね。じいさん、これマジでどこ行くの？これ抜け出せないんだけど。あ、こっちか。よいしょー。食いか、食い。食いねー。ちょっと待ってね。いっぱい来んな、いっぱい来んな。いっぱい来るじゃん。これゴールじゃねえよな。まだ先だな。この道記憶あるな。下手くそすぎた。よし。ちょ、じいさん邪魔。なんかあるね。消毒布。はい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 。さあ、ここでも枯れるだけ買ってこいよ。はーい。最悪。人使いが荒すぎだって。もう結構ね、集まってるから。はいはい。別にいいっちゃいいんだけどね。敵いるね、普通に。待って、周りにいるな、他にも。おお、危ない危ない危ない。一応ね、じいさんも撃ってくれまーす。やばいやばい、じいさん死ぬ、じいさん死ぬ。ナイス。ほい。こうやって撃たずとも戦えまーす。まあ、撃った方が早いけどね。どこにいる？
いやいたいたいた。あ、じいさんナイスー。よし。一応取れるだけ取りたいねー。お、ナイスじいさん。うまい。あと3分あるから、ちょっと見に行こうか。他のところもね。もう出口多分、そこのことだと思うんだけど、違うのかな？お、びっくりしょ。この肉ももらっとくか、食料として。うーい、あ、お前かい。よし、ちょっとね、アイアンヘッド、やめろやめろじいさん、待ってくれ。よし、今だ。よいしょ、これのが確実だから。じいさん撃っちゃうとね、リセットされちゃうんだよね、このひるみが。よし、ナイス。うい、うい。お、やったかな。やったねー。強いね、モイラ。あんなに弱々しかったモイラも、ここまで強くなりましたね。素晴らしい。取れない。弾が欲しいね。はい。あんな普通にアイアンヘッド。はーい。うお、びっくりした。ちょっともうびっくりするでしょ。門ってどこにあるんだ。じいさんついてこいよ。いっぱいゾンビ死んでんな。門ってこれじゃねえのか。よし。もう十分でしょ。ここまでにしようよ。ああ、わかった。まあいいだろう。じいさん、あそこにずっといる。早く帰って休もうよ。休むだと。早く終わったんだから、次は獲物をさばいてもらうぞ。私がさばくの？マジ？マジ？すぐに限界が来た。迫ってくる死から、ギリギリ逃げ回るような毎日に。私は島を出たいと言った。じいさんは無駄だと否定した。現実を見て生き残ることだけを考えろって。だけど私は希望を捨てる気はなかった。みんなに会いたい。パパとママに感謝の気持ちを伝えたい。その夜私はパパが死ぬ夢を見た。そばには誰もいなくてとても寂しそうだった。叱る相手もいなくて一人寂しく死んでいった。目が覚めた時、私は泣いていた。という感じですね。今のがエピソード1です。あ、エピソード1っていうのかな？まあ、一章って感じだね。あんな感じで、銃をぶっ放しまくって、戦いまくる感じです。今回のこの、モイラ編ね。その日、私はミスを犯した。夜は出歩くなって言われてたのに、じいさんの言いつけを破って島から出る手段を探ってたら、化け物に襲われた挙句アジトに連れてきてしまった。何もかも最悪な形になった。さあ、ここからはバトルモードですね。これ撒いた種だ。しっかり踏ん張れよ。わかってるよ、そっちこそね。全く口の減らないクソガキだ。さあ、来ますよ。左上に出てますね。残り17体、17体たたさおさたたたたた17体倒すまで終われません。ナイス。そっちこそしっかり援護してよ。よいしょ。お、まだ生きてる？すごいね。よいしょー。さあ、まだ来るよ。これ12体。うわー、あいつか。あいつはなるべくこれでやりたいね。あー、やめろってじいさん。リセットしないでくれ、頼むから。やめろってやめろって
それで倒せそうだな。でもうわもうダメだ、危ねえ、後ろからもう一体来てる。これなんでライト消えんだ、怖い怖い怖い。じいさんちょっと避けて、よしナイス、やばい、あっぶねえ。ふう、ちょっと2体きついな、1匹やっちまうか。よっしゃ1匹倒した、やばい、じいさん死ぬよ。ふう、やばい、危ねえ。よっしゃ、ナイス。ほい。よっしゃ、オッケー、ナイス。ちょっと今のうちに回収したいですね、アイテムを。ずるいよ、自分だけたくさん持っててさ。何年ここで暮らしてると思ってんだ。ねえ、ここ言わずに。はいはい。よいしょ。あ、来ましたね。よし、とりあえず回収して、やばいぞじいさん、あ、やばい、やっぱここダメだな、ちょっと広いとこ戻ろうじいさん。あ、ここじゃダメだ。よし、とアイテムだけ取らせて、アイテムだけ、あとじいさん頼んだ。よしよし、やばい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 、ちょ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 、無理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 、あっぶねー。よし、よし、ちょっと広いとこ戻ろう。よし、よし、後ろ大丈夫かじいさん、こっち構ってて。おっしゃね、するハメキック、からの、うぶねえ、ぶよぶよぶよ。よしよし、あと3体になってるね。ふう、やばいやばいやばい、よしナイス、やめろってじいさん。よしよし、あぶねえ、よいしょ、お前何を言い切ってんね。よっしゃー、倒しましたかね。終わったね。で、今のうちにリロードしておきましょう、全部。オッケー。よし。さあ、ここから第2戦かな？そうだね。よし。この奥に武器があるらしい。武器は貴重だね。取りに行こう。よし。5分以内やったかな？はーい。あれ、まだか。よし、うわ、お前かい、と後ろにもいるな。じいさん待ってくれ待ってくれ、攻撃するの待ってくれ待ってくれってじいさんめっちゃ撃つやん。ちょっと充電切れちゃうから電池の。これじいさんやっちまうな、あ、やっちまったな。ナイス。よし。さすが。いいね。よし。ふう。怖いねー。さあまだいますよ、いっぱい。よし、よいしょ、よいしょ、ふう、あ、どっちだどっちだ、こっちか。やべえ、あいつ肥大したまま止まってる。あー、巻き込んだ、よかった、撃ったね。じいさん待てってだから、やばい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 、あ、やばい電池切れた。もう
これ強いんだってこいつ。おっしゅしゅしゅし。じいさん行こう。ああ、弾がもうなくなってきた。よし、マシンピストルの弾ゲット。ああ、食料、食料、食料。このヘビも食料でーす。で、ここのショットガン取りたいんだけど、これ取っちゃうと、こいつら来るので、先にやっちゃいまーす。よいしょ。よいしょ、ナイス。もう一匹。うい。オゲー。こいつもかな？あー、待って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 。あと2分、オッケーだね。もう来ないっぽいよ。よいしょ。じゃあ、アイテム回収しといて。ここにショットガンがあるので、これとショットガン入れ替えまーす。よいしょ。状況見つけたな。大事に使えよ。はーい。さあ、次のステージですね。敵を全滅させて生き延びる。下降りんのか。ここじゃないよな。あ、いるわ。よいしょ。もったいね。ちょっと待って待って待って。ショットガンはもったいない。まだ来るな。ナイス、イジーさん。これどっかから降りれんのかな。降りれないよね。あいつどこ行くんだ。よいしょ。ふう、そうそう、ショットガンはね、威力があるね。なになに、どこ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 、すごい声すごい声。まずいよ、下にも奴らが。片付けるぞって言われても。あ、なるほど。で、こっから下に降りるんだね。アイテム欲しい、アイテム欲しい。グリーンハーブかよ。うお、こわ。あー、じいさんだった。じいさん撃っちゃった。よいしょ。じいさん撃ってしまいましたね。あー、やばい、後ろからも来んな、これ。やばい。やるしかねえな。ちょっとあれ、爆発に巻き込みたいな。あ、ごめん、じいさん。じいさん爆発に巻き込んじゃった。おっしゃー、オッケー。ふう、後ろから来んな。あ、じいさん待って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 、じいさん待って。後ろのやつがだるいな、これ。怖っ、こいつ。よいしょー。オッケー。ふう。あ、待って。こいつやべえ。待ってね。爆発してるねー。うぃー。よしよし。うわ、危ねえ。あと24体もあるね。でもさすがにやっぱカジュアルだから、まだ楽だなー。これやばいね。2体来るね。うわ、危ねえ。うぅ。よいしょ。やばい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 。めっちゃ来るやん、めっちゃ来るやん。よいしょ。ほい。ちょっと吹っ飛ばしまーす。一回バックさせないとやばいね、これ。うお、こっちも来んのかよ。よいしょ。いった、やべ、ボスもいんのか、これ。うー、ちょっとじいさん一旦逃げよう。ふぃー、ちょっとマシンピストルの弾が少ないね。来てるね、ボスが来てるね。やばい、火がやばい。
よいしょ。あー、マシンピストルの弾なくなった。残り17体もあるのに、やばいね。トットガンどこ行った？これか。やばい。うー、危ねえ。あー、くそ、間に合わんかった。ふう、待ってねー。よいしょ。あいつまだいんな、ボス。よいしょ。少し減ってきた。お、やったね、ナイスー。よしよし、待ってねー。また来た。最悪、いい加減しつこいね。よいしょ。これね、色のとこから来るからね。あ、来たね。いい位置にいるね、君たち。ナイスよ。あ、動かないで、あんまり。はい、あんま動かないで。はい、おやすみー。やっべ、でかいのいる。うい。ちょっと弾欲しいな。アイテム取り逃したとこないかな。ないな。じいさん、こっち来て。よいしょ。ちょっとこいつ爆発させまーす。いい場所、いい場所だねー。よし。おじいさん、邪魔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 。2体いんのかー、これやばいな。よいしょ。ナイス、足ナイス。あいつもやべえな、後ろのやつも。これ攻撃力じゃないからね、ひるましてるだけだからね。よいしょ。やばいな、4発しかないショットガン。いって、やばい。うお、やっべー、しかも肉片。あぶねー、死ぬ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 。うー、ハーブが足らんくなる。あー、ショットガンもなくなったよー。一匹やりたい、一匹やりたい、一匹やってしまえば。やばい、危ねえ。よし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 。じいさん、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、じいさん。よし、ナイス、タメ蹴り。よいしょ。で、とどめ、あー、とどめじゃなかったー。よいしょ。じいさん死ぬよ。うい、怖いねこいつ。よっしゃ、ナイス、タメ蹴り。よっこいしょい、のとどめ。よっしゃ、あと8体、弾がね、やばいね。よいしょ、よいしょ、弾がないね。横から落とすんな、びっくりしよう。じいさん、危ねえよ、そこ。やばい。ふう、ちょっと待ってくれね。こういう時は、うやっべ、後ろボスいる。おお、怖え、あ、いって。よいしょ、ちょっと駆け抜けます。危ない、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 危ない。ふう。ちょっと広く使おう、広く使おう。あっぶねえ。やばい、いった、肉片かーい。ふう、よいしょ。
ルイラッシュありがとう。よいしょ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 。危ないなって、ハンドガンでやらなあかんのこれ。厳しい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 。うわ2匹もいる。よいしょ、あっぶね。あやばい、死ぬ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 。やばい、あれはやばい。やばいやばいやばい。よいしょ。ちょっとじいさん一回逃げよう、危ないわ。いった。あと2体ってあのボス2体ってことか。きつ。あいつら足遅いからまだいけるやね。弾どうしようかな。一匹やっときたいね。一匹やればなんとか。やばい。やばいね。ごめんね。よいしょ、怖い。あいつライト攻撃効くのかな。やばい。じいさん危ない。危ないって言うてんのに。ヒルマンか。やばい。待ってね、弾がねえぞ。ハンドガンで行くしかねえな。やばい。ふい。おお、危ねえ。怒ってる怒ってる。よっしゃ。ふい。怖かった。やっと終わった。まったく何をやってる。これでお家に帰れるとでも思ってんのか。帰らせてください、帰らせてください。父さんもう怖えっす。怒られて当然。私が甘かったせいでアジトを失うところだった。現実を見ろ。生き残ることだけを考えろ。じいさんは正しかったんだ。私は心に誓った。強くなろう。とにかく生き延びよう。島から脱出するのはそれからのことだ。第2章終わりました。はあ、つらいね。よし、じゃあ第3章いきましょう。ちなみに第3章は今度は戦ってはいけないというとんでもないルールが敷かれます。クレアと別れて半年が経とうとした頃、見たことのない化け物が出始めた。そいつのせいで狩りの獲物がすっかり減ってしまって、早い話が私たちはヤバい状況だった。でも狩りをやめるわけにはいかなかった。二人の生活は自給自足がルールだったから。日没までには帰るぞ。ここは本当に危ないからな。日没まで時間がないね。獲物が調達できたら森へ抜ける坂道の前に集合だ。俺は上から周りの状況を探る。くれぐれも無理はするな。わかった、しっかり見張っててよ。というわけでですね、あそこに敵いますね。敵に見つかると強制的に、今残り15分ぐらいあるんですが、強制的に残り30秒とかになります。そして、逃げないといけません。なのでまたあの気味の悪いやつだ。普通に戦闘はできません。なので見つかったら
僕ができるのはここまでですね。これはやって大丈夫。あいつやっときたいんだよね。邪魔だから。そこにね、武器があって、それを取りに行きたいんだけど、ちょっとごめんね。あそこにいるやつがね、結構だるい。あ、でも向こう行ってくれたな。よし、じゃあ行くか。ちょっと先にこっち取りに行きましょう。見つかったらアウトだからね。よいしょ。うい。僕の一番苦手なステルス系の戦いですね。イラチだからね。せっかちにはなかなかつない。で、ここに AK あるので、ショットガン AK と入れ替えまーす。いやー、いい武器だ。これは欲しい。あとね、マグナムがね、あるんだよね。マグナム欲しいね。一応ね、あと弾も欲しい。弾全然ねえから今。うわぁ、こっち来るなぁ。あいつどこまで来るんだろう。大丈夫か、じいさん。あ、これちなみにじいさんと入れ替えて、こうやって見てもらうことできまーす。心配いらん。大したことはない。オッケー。あいつはここまで来おへんのか。あ、バレた。あー、くそ。あー、マグナム取れなかった。じゃあ逃げまーす。これ、ゴールしないとゲームオーバーでーす。どこだっけ、道。やばいやばい、見て見て見て。ここが合流地点ね。まあこんなもんかな。あ、めちゃくちゃアイテム取り逃してしまった。物資の中から書類を見つけた。実験台として鉱山に連れ去られた島民たちの記録だった。それを見たじいさんは一瞬で青ざめた。連れ去られた島民たちのリストにあったイリーナという名前、それは行方知れずだったじいさんの娘だった。もう一回言っていいですか。これ出ちゃうよな。ちょっとステージ選択できへんかったっけな。あー、無理だな。クリアになってしまってるね。死んだ方が良かったのか。じゃあしゃね。イリーナのことを知ってからじいさんは元気がなくなった。娘さんのことずっと気にしてたんだもんね。私のパパも同じように思ってくれてるのかな。私たちはイリーナが連行された場所へ向かうことにした。じいさんが向き合うべき現実がきっとそこにある。どんな危険が待ち受けているかわからないけど、とにかく進むしかなかった。イリーナの手がかり見つけ出してみせる。私は心に決めていた。じいさんを放っておけなかったから。はい、というわけで、じいちゃんの娘イリーナのイリーナの手がかりを探し出そうよ。ということです。手がかりを見つけに行きまーす。まあ、なんとかなるでしょう。化け物どもは手強いけど全部片付けよう。残り8体ね。これ弱点が分かりません。あいつがいないから、なーちゃんがいないので、だからもう撃ちまくるしかない。どっかで弱点が出てきます。やばい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 、近い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 、怖い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 。じいさんここだわ。よいしょ。あー、弾が足らん。よし。うやばいやばい、びっくりした。お前どこにいた。本当に大丈夫？
じいさんの咳がひどいね。いつものことだ。どこだこれ。ここか。あ、やばい、弾がない。よいしょ。ふう、あと1体だね。うわ、ボスだ、最悪だ。ちょっと待てよ、ダメだな。ちょっとアイテムないんか。アイテムある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 。よしよしよし、ちょっとこれ弾とか見つけとかんと無理だな。あ、あいつ防御しやがる、賢いな。よし、ちょっとじいさんに任しとこう。アイテムないですか。弾とかないね。もうやねえな。ふう、来るね。よっしゃ、決まった。入ってる入ってる。やばいやばいやばい。ふう。怒ってる怒ってる、危ねえ。やばいやばいやばい、いいてー。じいさん頼む。あれ当たらんかったか。よっしゃ。うー、大変。まだいるからねこれ。まだ第一陣だからねこれ。今のうちに先に進もう。よっしゃ。あ、もう勝手に進んじゃった。リーナの手がかりを見つけ出すまでは帰らない。もうだけはするなよ、この人。いや、無理はしたくないんだけどね。よいしょ。さあ、ここ32体です。32体。ういー、あんたなんか武器持ってない。持ってないね。ちょっとアイテム欲しいな。あ、もう来てるね。あー、これは外したくない。よし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 、ナイス。これ生きてるか死んでるかわかんねえんだよな。このまま死んでるやろな。あいつら死んでんのか。まあいいか、降りたらわかるな。ハラハラドキドキしましょう。あ、生きてるね。おい、ナイス。はい、ナイス。ほいほい、よし。うえ、じいさん来るまでもなかったね。さあ、どんどん行くよ。たまに余裕があったらね、撃って生きてるかどうか確かめたいんだけど。信じてるね。おお、じいさんナイス。うえ、じいさん上手やん。さすが俺が教えただけあるわ。よしよしよし、言うて強い敵も来るからね。びっくりしたー。おい、敵数が多いね。あ、じいさん間違えて撃ちそうになるわ。よいしょ。あ、ダメだ。おい、ふう、まだハンドガンでいけるな。ここはなんかいる。よしよしよし。おじいさん敵かと思うよね。そうなんだよ。まだこの辺の敵はハンドガンでいい。ちょっとボス用に置いときたいね。時間制限ないから、まあまあ、じっくり行きましょう、じっくりね。
取れるもん取って。よし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 。上行ける？行けるね。よし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 。お前生きてんのか？お？なんだ？ガルガル言ってんな。あ、中か。出てくんな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 。よし。うい。あ、そっちにもいるな。お、外からもいるね。おじいさんナイス。さあリロードして、はい、おまけ。こいつの足遅いからいいな。ふいふい。的だ、お前らは的だ。ふい。まだいる。お、足早いじゃん。ふい。来てるよ、じいさん。よいしょ。いい、後ろからも声する。怖い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 。おじいさんナイス。おお、派手派手だね。よし、取っていきましょう。あ、まだ来る。ういこれどっから入ってきてんだ。こっちにいんのか。あ、今なんか取ろうとしたな。なんだ。あ、これか。え、違うな。お、まあ、いっか。アイテムとかはなさそうだね。リロードしといて、ちょっと一回落ち着こう。一回落ち着こう。ん？よいしょー。よいしょー。ここやばいな、でも。おっと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 。この上から落ちてきてんのが。いっぱいおるやん。やばい。早く。よいしょ。うっ、エームが。よいしょ。開けといてやろうか。さあ、一応全部やったかな。全部やったね。この辺は片付いたね。進もう。アイテム落ちてませんか。ではいけない。そっちから行かないといけないんだね。うう、なるべく弾は使わん方が良さそうだけど。なんかすげえ音すんな。きっとこの辺だよ。あそこになんかおるな。よし。うわ、お前もおんのか。やっぱり。あ、やばい、視界が。あ、視界潰されてた。よし。ありがとう。ふう。よいしょ。よし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 。あいつが鬱陶しいな。よっしゃ。弾欲しい、弾。よし。やべやべやべ、オッサフ。ういー。あと11体。なるほど。あそこにハーブあるなぁ。あれだって飛んだ。どこだ、こいつ。よいしょ。これか。よいしょー。あー、ハンドガンの弾ももうないよ。アイテム集めたいね。
あいつ火つけ。くそ。よっしゃー、オッケー。ふう。よいしょ。ここだったよね、イリーナの書き置きあったのね。この建物怪しいよ。何かあるかも。ただまだなんだよね。では今。そうだね。化け物片付けるの先だね。後で調べてみよう。さあ、こっから多分ね、ボスがガンガン出てくるんだよね。あいつやばいです。あの上。あれやっときたい。ウィー、ちょっと待ってくれよ。いしょ。燃えてしまえばあいつらはまだ倒せる。おしゃ、ナイス。うう、あいつうっとうしいな、あの上のやつ。ちょっとボスだるい、ボスだるい。じいさん危ないよ。おっしゃ、ナイス。やばい。ふう。どこ行った？やばい。クソ、当たんねえ、あいつ。じいさんやられてない？え、いって。ふう。さあ、19発ライフル、あと19発。やべ、じいさんが死ぬ。よいしょ。まだか。よっしゃ、いった。ピー。あー、弾がない、弾がない。やばい。うーい、だるい。よいしょ。あいつだるいなー。ずっと、ずっとだるいな。あ、弾ねえ。ありゃー、弾がねえぞ。ショットガンであんな遠いとこやんの？無理、無理、無理、無理。ショットガンではギービシって。開けられへん、開けられへんのか。アイテムないんか。よし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 。敵の真下で火炎瓶欲しい。あと6体いるってことはボスがまだまだ来るな。よし、しゃーないから、ここはアサルトにして。やったかな。オッケーだね。あと5体。これ何の弾？ライフルの弾。ライフルがないのか、僕捨てたから。回復はまだいける。オッケー。弾がねえんだよな。ただまだ死んでも大丈夫っちゃ大丈夫。あと5回分は食料ある。ただ弾がないからどうやって戦うんだっちゅう話だね。うー、来てる来てる来てる。怖い怖い怖い。キモいキモいキモい。これ弱点わからん。どこや。これ昼間よな。あー、昼間よな、やっぱり。弱点どこや。弱点これか。よいしょー。弾がないんだけど、どうやって戦うんだ僕は。痛い。格闘技みたいになってきたよ。格闘ゲームみたいになってきたよ。
しょう。もう格闘ゲームやないか、こんな。あ、弾ないわ、全部。怖い怖い怖い、あいつ怖い、あいつ怖い。爆発瓶ね、まだ置いときたいんだよね。あいつひるまんよね。お、ひるむ。いいだー、すげえ力でご両親。ダメだ、無理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 、これは無理。どっかにアイテム落ちてねえかな。ふう、開かない、開くじゃん。ハンドガンの弾ゲット。お、ライフルの弾ね、ナイス。お、待って、これ何、ロケットランチャー。え、なんか最強の武器手に入れた、もしかして。待ってね、それはさすがにもったいないかな。あれ、なんだ、入れ替わってた。よし、ちょっとロケットランチャーこいつにはもったいないかな。ボス用に置いてく。待って、お前ら2匹もいたん。うーん、あと2体ってこと。あ、2体ってこの2体か、なるほど。じゃあ使ってもいいかな。どうせならもっと派手なとこでやりたいね。よし、じいさん逃げるよ。ちょっと外出よう、外。じいさん来れるかな。あ、来た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 、ナイスナイスナイス。で、出れって出てこれんのかな、あいつら。あ、そっから出てくる。一匹か。気持ち悪い、あいつ。あいつは普通にやるか。あ、ロケラン撃っちゃった。あ、ロケラン間違えて撃っちゃった。あー、もうロケラン一発しかないよね、あれ確か。もったいねえ。よいしょ。あと一匹中にいるんだよな。すごい声してる。わあ、一匹も来たか。もう弾ない。こいつらで終わりだからね。でも頑張ろう。最後肉弾戦でも頑張ろう。よし、オッケー、いける、これはいける、これはいけるぞ。頑張れモイラ。もう弾ないけど。うやばい、あー、いて、肉弾戦。じいさん撃ってくれ、じいさん、じいさん撃ってくれ。こんな普通肉弾戦で終わりなんかありえへんけどな。ふう、弾がもうちょっとだけないですか、どっかに。一発もない。はあ、これダメだ。じいさんに頑張ってもらうしかない。後ろから。やばい。ああ。ないんだよね。もうハーブもない。回復もできない。どうかねえか。お、クリーンハーブ1個あった。ラッキー。閉めようぜ閉めようぜ。ああ、閉めれない。こんな狭いとこ来られたら終わるよ。
ないな、ないな。ないよね。やばいやばい、今はやばい。よし。よし。ナイス。引かして引かした。じいさん逃げるよ。こんな泥臭い戦い方あり？どっか隠れてないかな、弾一発ぐらい。さっきのロケランびっくりした。あんなんあったんだ。知らんかった、僕。ロケランがあるっていうこと。行かれへんのか、あっち。どっかない？あ、こっちから行けるんだ。回復あってもなー。あー、痛いよね、そりゃ。やばい。いった。あ、やべえ、これ即死攻撃か。即死だ。問題は、リトライで、どの状態でリトライできるかだよね。あー、来た状態か。なるほど。きっとこの辺だよ。化け物がわんさかお出ましのようだぞ。なるほどね。ちょっと待ってね。もう来てる、もう来てる、もう来てる。いった。武器のゲージ1個減ってるの見えますか、皆さん。お前か、さっきから。ほい。弱点がわからんっていうのがね、きついよね。いって、どこだ、あいつか。よし、うう、一回逃げよう。え、待って、まだいんのか。いいな、あいつ。おお、びっくりした。どこや、弱点。あぶね。いっぱい来るやん。やばい、ハンドガンの弾がもうない。よし。あれ、弱点どこ、こいつ。あー、ここか。じいさん、とどめさせ。なんでやねん。やばいね。いや、うう、よし、ここや、じいさん。ふう、残り10体、弾がない。ちょっと待ってね。一匹めっちゃめんどくさいやつがあそこにいるんよね。おい、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 あ、届かんな、でも。あ、あれいいわ、ほっといて。その間にアイテム集めよう。あいつの弾はここまで届かない。アイテムない。ないね。あいつの弾ね、届かないね。ナイス。じゃあ、それでライフルの弾あってもしゃあねえんだよな。オッケー、やるか。
くりやろう。へいへい。よっしゃー。うわ、さあ残り9体。ハンドガンはもうない。なるべく AK でいくか。これ最後の多分ボスのとこだよな。そうそう、あの弾みたいなやつが投げられてぶつかると視界が見えなくなっちゃう。よし。で、間違えて撃たないように。とりあえず最初は敵入ってこないんだな。オッケー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 。いるんだろうな。やるか。奥に行ったら始まります。イリーナの最後のあれは、この建物怪しいよ。見つけてあげようね。ちなみにこの建物のことじゃないです、ね、この横の建物のことね。後で調べてみよう。あ、火炎瓶取りたいな。えい、うん、あー、ハンドガンの弾欲しい。ん？ハンドガンの弾フル？待って待って。おし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 。おい、びっくりした。どこが弱点だ？これか。オッケー、ナイスー、じいさん。よし、今だ、やれ。よし、ナイス。なるべく、手でいけるところは手でいく。よし、ここだ。あ、やばい。いいなーい。あ、ボス来とるやないかい。走るよ、じいさん。これは無理だ。あー、無理だって。よし。おい。ふう、まあ、よう追いかけてきたな。いった、まだだ。もうそれめんどくせえ。いもいねんて今あいつだな。まあ、届かんやろな。よし。ハンドガンはまだ結構ある。危ねえ。ロケランはダメ。サルト、ショットガン。で、残り7台だもんね。OK。これね、火が効いてます、今。行って、このなぎ払いバリだるいな。よいしょ。あれ、なんで降りない。危ねえ。ふう、いで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 い。やばい、危ない。じいさんナイスー。じいさんがおとりになってくれてる。ちょ、で、あいつが邪魔。あいつの視界奪うやつが来るから。
逃げて。すごい声だな。あー間に合わんか。よいしょ。ふう。やっぱハンドガンじゃ弱いか。しゃがみ打ちだと力強いはずやからしゃがみ打ちでいこう。よし。あぶね。もしないっす。いって、足らんか。あー足らんか。うっやばい。厳しい。言うてまだあと7体いるからね。あ、じいさん死んじゃう。じいさん撃て撃て撃て。おっしゃいた。ふぅ。で、なんか投げてるやつやらなあかんのよね。これ倒したらさっきのあのボスみたいなやつが出てくる。無駄打ちしたくないなあ。あーやべ。よっしゃ。ふう。終わった。まだだよ。あと5体。まだだ。こっからがボスだね。一応さっきの教訓を生かしてやりましょう。あ、こっちにいんのか、敵がね。あ、こいつらが来たら。よいしょー。弱点が出るので。あれ、こいつ出ねえな。これか。よいしょ。どこだ弱点こいつ。ふう。よいしょー。逃げよう逃げよう。じいさん一回でこっちでもいいのね。あぶねえだ、あぶねえ。ふう。だってね、もう弾は全部なくなった。あとハンドガンだね。あぶねえだ。ふう。やばい、これボタンがわからなくなる。かくかくかく。あー、くそ。あ、やばい。これ一撃か。あ、一撃死だ。くそ。今ね、火炎瓶も残してたし、ロケットランチャーも残してたんだよね。くそ。頑張りまーす。きっとこの辺だよ。よし。オッケー。父さん、あの状態だともうね、逃げれないみたい。一撃死みたいだね。特撮みたい。あいつ邪魔ないよね。あーやばい。
弱点どこや。あれ弱点どこやこいつ。あ、ここか。あーやばい、やられた。見えないよー、なんも。あー、そこにいてんのか。こっちは来ない方がいいな。あ、そこか。ナイスじいさん。えーおよし。ふう。無理やりに近い倒し方やったね。あ、無理やりでもいいわ。お前も邪魔なんだよ。よし。あー、そっちか。いった。焦ったよ。焦ったね。よし。あ、ハンドガン三発と、あそ。ヒュー。おばあちゃんいらっしゃい。あら、なくなっちゃった。よし。今のうちにアイテム集めよう。ハンドガンの弾ゲット。手がかりがこの奥の小屋にあるはずだ。はいはい、それ後にするわ。お、思ったより時間かかってんな今見たけど。多分奥の方に行くと始まってしまうので、ちょっとアイテム回収しまーす。ライフルの弾はいらんのよね、どっちにしてもね。ショットガンやろ。ハンドガン、ここが少ないな。ライフルの弾はいらんはず。アサルトライフルだよね。え、アサルトライフルだよね。うん、もったいないことした。オッケーだね。取っちゃって、ふう、もう慣れるしかないね。戦い方に。こ
この奥にもあったな、ハーブ。じいさんがフラグ立てる前に、さあ、じいさん行ってもいいよ。この建物怪しいよ。はい、来た。何かあるかも。おい、来た。そうだね、後で調べてみよう。ちょっと逃げまーす。あの投げてくるやつ鬱陶しいね、やっぱりね。わあ、お前たちの動き。死ねす。オッケー、死んだ。あいつ邪魔なんだよね。ボスがそこにいるでしょ。このボスを早めに倒しときたいね。もうやろ。よし、ナイス。ナイス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 。他のが来る前にあいつを倒しときたい。よっしゃ。オッケー。一匹倒した。残り6。残り6で、瓶剣は、あと4本。まあまあやべえな。よし。持ち替えでロケラ見るとドキドキする。撃っちゃいそうな気するよね。わかるよ。撃ちたいからね。なんなら。あー、クソ遠いな。おいし。終わった。待てよ。油断しないね。立て直すも何も、もう限られたアイテムしかねえんだよな。そっちからザコが来る。重なってほしいな、ザコ。無理か。置いてくれ。いって。無理か。そりゃ無理やわな。やばいやばい。こっち行ったらあいつおんねんな。ボスおんねんな。やばいやばいやばい。足早いこいつら。早いな、お前。よいしょ。あ、ごめん、じいさん。お前弱点どこや。それか。よっしゃ、とりあえずこいつは倒した。残り2体はあとボスだけ。待ってねあ、もうないね。オッケー。もうあとやれるだけやる。
一匹とりあえず倒そう、一匹。どっちが弱ってる？どっちも弱ってないか。あ、これ追い込まれるな。それはまずいな。今撃ったんどっちだ？あ、じいさん邪魔。やばい。ふう。一匹は倒したこれ。あ、残り1体になってるね。オッケー、いけんじゃないこれは。頑張れは。あー、くそ、防御してやがる。腹立つ。回復もある。大丈夫。回復はいけるよ。やばい。じいさん、ヘイト買ってくんねえかな。あー、くそ、防御うめえ、あいつ。よいしょ。ふう。ショットガンやからあんまり離れて撃ってもなーって感じするけど、近づくの怖え。よっしゃー、ぶっ飛ばし。よいしょー、やばい。あと5発。さあ、泣いても笑ってもあと5発よ。よし。ふう。お、いった。ふう。やってやりましたよ、皆さん。ねえ、これ見て。ひょっとして、イリーナの書き置きじゃない？じいさんは何も言わずに、イリーナの手紙を見つめていた。これは、じいさんに突きつけられた厳しい現実。パパもこんな風に悲しむのかな。そんなのは絶対嫌だ。でもこのままじゃ私も同じ運命をたどることになる。だとすれば私は一体どうすればいいの。そんなことを考えていた矢先、じいさんとの生活は突然終わりを迎えた。ねえ、どうしてよ。ドアを開けて。俺はこの島で生まれた。だからこの島で死ぬ。ここでイリーナと。そんなのってないよ。俺はそれでいい。だがお前は違う。ここで死ぬ人間じゃないはずだ、小娘。モイラだよ。ああ。小娘じゃない、モイラだよ、クソジジイ。その口の悪いとこは何とかしろよ、モイラ。俺はクソジジイじゃねえ。エフゲニーだ。
はい、というわけで、まあまあだな、小娘を達成しました。いやー、きつかった。でも A だったね。まあカジュアルだからね。リトライ2回。そんなもんか。いやー、きつかったねー。いやいや、でもまあまあまあ頑張ったんじゃないですか。よかったよかった。思ったより時間かかったね。さあ、これがモイラ編です。結局だからあの半年間ね、あのエフゲニーというおじいさんと一緒に過ごしていたと。まあおじいさん的には、ずっと生き残っていたっていうか、ずっと生きていた理由が、イリーナだったんだよね。娘を助けたい、まあ、娘をどうにかしたいって思っている気持ちがあったからずっと生きてたんだけど、まあ、じいちゃん多分ね、病気もあったと思うんだ。結構ゲホゲホしてたから。だからその病気もあって、もう最終的にイリーナの書き置きも見て、まあ、本編の方にはね、出てきますけど、文章が。その書き置きを見て、多分気がもう抜けちゃったんだろうね。まあでも最終的にね、ずっと一人だったけど、まあモイラというね、少女がいたおかげで、一人っきりでっていう終わりではなかったから、まあ多少は、わかんない、救いになったのかどうかもわかんないけど、まあ、でもイリーナの書き置きを見るには多分モイラがいなかったら見れなかったと思うので、よかったのかなぁとは思いますけどね。まあ、あの後の、モイラの話は本編の、最後に続きますね。はい。いやー、まあ、ああいう話があったっていう、でもストーリーにこう、夢中になれないぐらい、こう、シューティングがね、すごすぎて、まあ、モイラ編はこんな感じでございます。面白かったでしょ？これはまあ、実際にやってほしい感じだね。じゃあ、結構時間かかっちゃったけど、ナタリア編行ってみたいと思います。ナタリア編は今度逆に全く逆です。ナタリアは一切戦えない女の子なので、まあ、少女だからね。その辺をちょっと見ていきたいなと思います。セッティングしていいですか、スキル。待って、2万ポイントもあるんだけど。これは、宝石とか使わないんだよね、でも。あんま意味ないかも、どれも。これだけあげとこうかな。チャージアタックも関係ないでしょ。まあ、今後の他のメンバーのためにあげとくって感じの方がいいかな、これは。おじいちゃんにね、スキル育ててもらったね、確かにね。ここまでいけるようになりましたね。4200。まあ、なんでもいいや。1200。もうないよね、多分つけれるの。オッケー。ナタリア編ね、超僕苦手なやつだから。楽しんでいきましょう。ニューゲーム。ナタリア、あれ
あなたは私？そう、私はあなたよ。ねえ、そんなに慌ててどうしたの？ロッティが見つからないの。友達なの。はあ、心配いらないわ。ちょうどロッティからの手紙を預かってきたとこよ。ナタリアへ。突然だけど、僕は旅に出ることになったんだ。でも本当は離れたくない。寂しいよ。僕を連れ戻して。ロッティを探して連れ戻さなきゃ。そうね、私も手伝うわ。一緒に行きましょう。ロッティはきっとどこかで待ってるわ。はい、というわけでナタリア編ですね。二人のナタリア。白服ナタリアは敵に見つかるとミッション失敗になります。またナタリア戦争を使うことができません。見つかったらゲームオーバーです。見つかった段階でゲームオーバー。そしてナタリア戦争を使えません。白服ナタリアは敵に見つからずに行動することができ、またナタリア戦争により敵を感知することができます。白服ナタリアがロッティからの手紙を入手すると次のステージに進むことができます。ロッティを探しに行くという展開ですね。はーい。アイテムを取ったりすることもありません。とにかく敵に会っちゃダメって言ってるそばから敵。はい。で、まあ行きましょうか。怪物だ。どうしよう。さっきね。見つかったらおしまいよ。わかった。見つからないように頑張る。足音、ナタリアの足音はね、聞こえません。なので、こうやってしゃがんでいかなくても、見えてなければ、別にこのまま後ろ通れまーす。ただ、こっからだよね。あ、見つかったみたい。これでおしまい。これでおしまい。こんな感じです。厳しいよねー。むずいでしょ。ロッティはきっとどこかで待ってるわ。わかったわかった。後ろを通って。わかった。見つからないように。そういうことだね。気をつけて。この先にもいるわよ。本当？どこに？どうしてわかるの？私にはわかるの。見てきてあげようか。はい。黒服ナタリアで敵を呼び指すると白服ナタリアに敵の位置を一体だけ伝えることができます。黒服ナタリアは扉やキーアイテムなどに触れることができません。黒服ナタリアをうまく使って白服ナタリアをゴールに導いてください。そんな危ないよ。というわけで黒服ナタリアはあいつら私には手を出せないわ。敵に見つからないんですよ。でこうやって一体だけ指を指すことができます。ただ一体だけね。でこいつはこっちを向いてるのでこの前を通っちゃうとバレますね。ってことはこっちに回っていくんだけど、こいつ動いてます。だからこいつにバレないようにしなきゃいけません。 OK ってことで行きましょう。あいつは耳がね聞こえないらしいんだけど、結構遠くは見えるらしいんだよね。だから真正面にいるとバレます。ただ視野は狭いのかな。あーバレた。はい、難しい。そう、黒い子はねバレません。ロッティはきっとどこかで。さあ行きましょう。ああ、超僕の苦手な感じですね。
かった。見つからないように頑張る。気をつけて。この先にもいるわ。分かった。さっき聞いた。どこに？どうしてわかるの？私にはわかるの。見てきてあげようか。いや、あの。そんな危ないよ。ナタリアが引っかかって。あいつら私には手を出せないわ。いけないんだけど前に。こいつにはバレなくて、この動きのやつは見といた方がいいよね。なので、今まずいね。ここだね。で、足音はバレないので行きまーす。怖い。いけましたね。さあ、ここにもいまーす。これ、見えてるから別にいらんちゃいらんけどな。先がどうなってるか見に行きましょうか。多分ここに行かないといけないですね。なので、こいつがひっくり返ったら一緒に歩いていく感じかな。今だね。あんまり近づくとさすがに危ないと思うので。よいしょ。あなたは私なの？いますね。どういうこと？わかんない。いいのよ。あなたはロッティのことを考えて。たった一人の友達なんでしょう？怖いね。こいつだね。とりあえずは。これをと一緒についてってたとして、どこに行くんだこれ。ついてったとして、この階段かな。ここに行けってことかな。はい。オッケーオッケー。どこまでついていけんだろうね。こうついていって、こっちに逃げれる？ああ、結構見てねえんだな。はい。OK、じゃあ行ってみましょう。わかんないけど。途中までは一緒に行かないといけないね。ギリギリだね。お、結構来るな。あんまり煽りすぎるとバレちゃうと思うからね。テデン。足音聞かれないって分かってても怖いよね。よっしゃー。確かにせっかちさんには厳しいよね。せっかちにはマジで厳しいこれ。ちょっとナタリア呼ぶか。前行ってくれ。ちょっと待ってくれ。こっちはいないね。あの下にいるね。こっちへ行って。これ降りて。こっちはいない？いないね。こっちを降りたら、ここにいるのね。真正面向いてない？あー、こっちへ行けばいいのか。はい。これ簡単そう。一応ね、これ、カジュアルとか。目の届くところにいなさい。いなさい。わかった。これ、ナタリアの声優さん、すごないですか？カジュアルとね、サバイバルで、またね、敵の、量とかも違うのよ。だから、これカジュアルだから、まだ簡単にしてくれてると思う。よいしょ。いや、ナタリアの声優さんすごいよね。声の感じ全然違うもんね、雰囲気で。ここはいけるよね。
と結構いるように見えるよね。でもまあ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 これぐらいなら。こっちね。オッケーオッケー。じゃあ行きましょう。これ横は大丈夫だからね。真横はいけるのよ。こんなんだけど。音は聞こえてません。さあ、次は？今んとこ見えないね。ちょっと、クロナーちゃん来て、クロナーちゃん。全然ゲームの内容が違うでしょ。あ、もうクリアだね、これ多分。バイオハザードなんこれって。何があったか覚えてる？危ないことがあったことしか思い出せない。よいしょ。ちなみに今のナタリアの状況はクレア・モイラと出会って、その後テラ西部の優しいお兄さんに連れて行かれて、アレックス・ウェスカーに、なんか変な機械みたいなやつにこうつけられて、ビューンってエレベーターで降ろされていった後の話です。で、バリーに会う前ね。ここは？こっちにはいないね。そこに歩いてるやつがいる。だからここは行けるね。今まだ気づいてない。よし。そこにロッティの手紙がありますね。怖い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 。ちょっと危ないことしまーす。よし。イラチやからさ我慢できないんだよね。よっしゃ。でこっちにロッティの手紙があるはず。これだね。ここにも一匹いるな。あれはお手紙？ロッティの書き置きよ。あそこまで行きましょう。ここに敵いるんよな。怖いんだけど。バレそう。ロッティ、どこにいるの？ナタリアへ。僕は今、村に通じる地下の道を歩いてる。この島は素敵なところだね。とっても心が落ち着いて幸せな気分だよ。そうよ、ここはとっても心が落ち着く。私の大好きな場所なの。私は嫌い、危ないものばかりだもん。全然落ち着かないよ。前にここで誰かと会ったような気がするの。無理に思い出さなくていいわよ。先に進みましょう。クロナタリアもロッティもだいぶ行かれてるよね。あそこに一匹いるね。ちょっと怖いね。あっちに一匹いまーす。で、こう行って、あの奥にもいるな。どうやって行くんだ？ここまでは敵いないね。ここまでいなくって、こいつ真正面向いてんな。どうやって行くんだろう。こう行って。あー、煙幕瓶ね。なるほど。煙に巻いていくパターンか。煙に巻いたとして、ここか。はい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 。やっぱカジュアル結構簡単にしてくれてるな。サバイバルだとここにもう一匹いるんだよね。オッケーオッケーオッケー。
じゃあこの辺は何も考えずにいけるね。ただ真正面見てるのでこれだけは気をつけないといけないね。さっきから結構死んでるので、まあまあこうビビリモードでいきますね。声出なくなるよねこの隠れる系のゲームって。よし、いいものを見つけたわね。何に使うの？それを投げると煙が出るの。怪物から隠れられるわ。もうちょっとヒントちょうだいよって思うよね。よし、絶対バレてると思うけど、はい、来ました。ふう、ここは、あ、これエレベーターのとこだね。で、ここだろうな、敵いるから。プロナタリアは触れないんだもんね。まあ、行ってみっか。ここ、ロッティと来たことがある。そう、早くロッティに会えるといいわね。だね。逃げて逃げて逃げて。これ無理だな。うん、こりゃ無理だよね。煙幕瓶でもない限り無理だな。こっち見てないんだよね、あれ。閉めたいな。閉めれないんだ。他に開くとこがある？ああ、煙幕瓶あるね。ナイス。なるほどなるほど。煙幕瓶を使って通り抜けるってことかな。ちょっとこうなってくると他の部屋も見たいよね。なんか初見殺しありそうで怖えわ。あー、なるほど、そこに煙幕瓶ある。ナイス。で、他はいないよね。あ、これ取れるね。もらいましょう。プロナタリアいいね。やっぱりこのナタリアセンスすごいよね。これ開けたらやられるってことない？あ、開けれません。あ、ってことはやっぱりあそこ行かないといけねえんだ。なるほど。こうやって行くってことか。うー、外出ましたね。おっと、いるけど、もうそこに。これ見えないの？ここに一匹いて、こっちじゃないな、でも。ん？どうやって行くんだ？あ、こっちか。こう行って、こっち来るじゃん。やばい、こっち来るな。あー、見つかるよね、そりゃ。一応クロナタリアがこう戸惑うんだね。今のはちょっと僕がバカすぎましたね。明らかにバレてたもんね。ここ、ロッティと来たことがある。あれ？そう、早くロッティに会えるといいわね。あれ？ここか。からね。あ、この辺は変わらんよね、多分。で、いきなり配置されることとかないよね。ちょ、避けて。オッケーオッケー。煙幕瓶多いね、ありがたいね。助かる。でも今の感じはもう分かったね。
と一本余裕があるから、この状況で出ていけばいいんだ。ついていけばいいけど、こっちにいないよね。いないな。へいへい。へい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 。見てるよ、後ろからじっくりと。君のお尻をね。晴れてるね、今日も。相変わらず。はい、ありがとう、さん。よし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 。お、ドアがあるね。ロッティを見つけなきゃ。私の大事なお友達。あら、そう。じゃあ頑張って進まないとね。大事なロッティのいる場所まで。ここにいるじゃん。もう無理や。ってことはこっちね。あぶね、煙幕瓶投げるとこだった。ナトリアごめんね。アイテムはなさそうだね。下はどんな感じ？クロナタリアも可愛いね、でもね。そこに一匹いて、奥に一匹おるなぁ。こいつやな、問題は。で、ここに煙幕瓶が見えてるね。ってことは、今の降りてきて、こいつの後ろを追いかけなあかんってことか。これ飛び降りるタイミング大事やな。あれ？どこだっけ？あ。あ、今だ。このタイミングだね。で、あいつは見て、真正面向いてんだね。真正面向いてるやつ気をつけないといけねえな。掘るときバレそう。オッケー。クロナタリア早起きて。早く来てってやつだわ、これ。あれ？どこにいる？あ、先上上がってた。そこにいたの、ダリア。なんで先上上がってんの？だって行ったの？これがさっき真正面向いてたやつだね、こっち側のね。こっちから入ろうとして、真正面向いてるわって言ってこっち行ったんだもんね。はい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 。で、もうここか。オッケーオッケーオッケー。行けるようなダリア。ほい。ふぅ。結構むずいやん。おお、もういるね。ここにいて、降りてきてここだな。とりあえず、ナタリア連れてくるか、先に。走るって、お、やっべえ、あいつ。走るっていう行為ができないんだよね、これ。ちょっとこれ、ナタリア。プロナタ先行した方がいいな。結構スパンが短いんだね。早い段階で振り返る。え？こっから抜けれるよね。ここで待っといて、あいつが振り返ったらもうこっち行くってことだよね、多分。で、こっち行ってからの？ここにいるんだけど。え？こっち？はあ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 。ここにいて、あ、公園側やったらいけそうだね。そこにもいる。で、目的地はどこ？え？あ、ここは行かなあかんのか。あ、ここか、目的地。はい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 。なるほど。なるほど、なるほど。結構遠いね、道のりが。
じゃあとりあえずはね、一番最初のあいつやな、こいつやな、危ないのは。今バレない、今バレない。クロナタリアが当たり前みたいにこう歩いてるからすげえ怖いわ。どこまで行くんだろうあいつ、それ見たいな。ここまでは猶予があるのね。オッケーオッケー。で結構遠いよ向こうまで。そこでひっくり返る。ほい、ここはいけた。ここ危ない。そこで見てるから公園側に行って、なるべく橋歩きたいな。これ見えてんのかな、この距離。これ気づいてないね。あっちだよね。かわいい、なっちゃんかわいい。かわいい。おっさんが幼女をめでるゲームだねこれは。怖い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 、あいつの動き怖えわ。よし、いけた。いやもううにょうにょ言ってますけど、うにょうにょ言ってますけど、クロナタさん、こいつが動いてんな、動いてんのだるいな。ついていけばいいんだよねこれ多分。こっちからこうついていったらどうなる。うわー、ここの弱点打ちてー、この弱点打ちてー。これここに煙幕瓶ある。ボールで、ここ、あ、ここだな。はいはいはい、これナタリアやばくない今。こっち来ないよね。お？クロナタが頑張っておるな。よし。煙幕瓶も欲しいよ。すごい声が聞こえるね、やっぱ近くまで行くと。これ振り返った瞬間バレそう。煙幕瓶欲しい、煙幕瓶欲しい。よし、おっきい。え？ちょっと、クロナタ、クロナタ来てちょうだい。あー、そこにいるな。あ、でも外か。あれ？でもここ、ここが道か。なるほど。これ見えてる人いる？いないよね。ここ大丈夫っぽいな。なんでいいって出るんだ？あ、乗り越えれるよってことか。今やめて、怖いから。よし。ほい。怖いね。クロナタ。クロナタ、白ナタ。これは真正面にいるんだね。はいはいはい。ここ何のために来たんや、でも。なんかある？え？ここ扉？あれ？意味あった？ここの部屋。遠回りしてるだけじゃない？煙幕の瓶もないよね。ただ危険なだけな気がする。
ほい。ここでいいんかな？この出口でいいんかな？クロナタさん、お願いします。ここでいいんすか？あ、ここでいいんすね。上はいませんか？いませんね。怖いぜ。でもこのクロナタリアのさ、この黒服に金髪に赤のリボンも可愛いよね。なんかね。これ怖いわ。あー、怖い怖い。ナタリア怖い。あぶねえ。いたじゃん。これはこっちっぽいけど、これどうすんの？え、これどうやって隠れんの？こう来るよね。こいつどんぐらい行きすぎるんだろう。あそこに煙幕瓶あるんだけど、あれは無理っぽくない？あー、まあ取って引き返してきたらいけるか。これ取って隠れれないよね。この速さなら間に合うってことか。はいはいはい。取りに行ってもいいけどって感じか。なるほど。一回待とうか。そうだね。一旦アイテム取って戻ってくるパターンだね、あれはね。でも、結局こっちだから、別に行っても行かなくてもどっちでもいいってことか。煙幕3つあるもんね。結構早いよ、でも。間に合うかな？不安なんだけど。怖い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 。ういー、怖いよー。まあ、余裕はなかったかもしれんけど、まあ、取れる範囲ではあったな。よし。これ先いないよね。見てないけど。見てないね。よし。なんかもう、ゲーム性が違いすぎるんだけど。どうして旅に出たのかしら。知らん、もう今ロッティのこと。あなたのことが嫌いになっちゃったのかもしれないわ。そんなことあるわけないよ。ロッティは私の友達だもん。どうしてそんな意地悪を言うの。本当だね。めんめんしとこうね。意地悪言う子はね。こいつがいる。だって動いてんだ。こうして。これどこ行くんだろう、でも。こっちに行ったら、こいつはあっち向いてんのか。え？無茶じゃない？これ出口ここだよね、多分。煙幕瓶ってことか、ここは。煙幕瓶使ってこの隙間を縫うと。じゃ、こいつには使いたくないよねって話だよね。でもこいつ間隔めっちゃ狭いんだけど。なんとかここまで来れたとして。バレるもんね。あ、バレないのか。ギリギリバレないのか。うんうん。で、左回りね。オッケーオッケー、わかったわかった。じゃ、その、クロナタがいる車のとこまでなんとか行けばいいんだ、とりあえずね。いや、お前帰ってきたら目印なくなるやろがい。これって見えない。ああ、バレんのか。やっぱ低いやつは、完全にしゃがんどかないとバレちゃうんだね。動くとバレるんだ。オッケーオッケー。ロッティはどうして旅に出たのかしら。もしかしたらあなたのことが嫌いになっちゃったのか。完全にしゃがんだら見えないよね、これ多分ね。そんなことあるわけないよ。ロッティは私の友達だもん。どうしてそんな意地悪を言うの。本当にね、めめしよね。これは時間かかるぞ。
まあ音は聞こえてないからここはこうだな。あれ右回りになってんな。で左回りじゃなかった？これむずいぞ、右回りにされたら。そうだよね。煙幕瓶使おうかな。いや負けんな。ロッティはどうして旅に出たのかしら。負けんな負けんな。絶対いける、絶対いけるよ。そんなことあるわけないよ、ロッティは私の友達だもん。どうしてそんな意地悪を言うの。右回りする。前は左回りなんか、車の横は右回りなんか。あーなるほどね。こういうことね。え、こいつはもう絶対無理だと思うから投げるしかないよね。ほい、よっしゃー。ちょっと先が見えんすぎて怖いんだけど、これどこだ。あー地下通路のとこか。結構先長いね。連れて行こう。待ってー。真っ暗。大丈夫。きっとロッティが待ってるわ。ねえ、ナタリア。どうしてそんなにロッティに会いたいの？だって、大事なものだから。ニールおじさんからもらったの。だけど、ただの人形なんでしょ？それがそんなに大事なの？ただの人形じゃない。友達だよ。ずっと一緒にいたの。ずっと心の中にいてくれた。うん、まあ、大体みんなもう気づいてると思うんですが、これアレックス・ウェスカーですね。クロナタはね、うん、でニールおじさんはニールだね。ここは大丈夫そうだね。どこまで行けんだこれ。あ、手紙だ。オッケーオッケーオッケー。敵はいないみたいですね。いないよね。見つけた、ロッティからのお手紙。ナタリア、僕は海の見える場所に来たよ。でもここに来るまで人がたくさん死んでた。怖いよ。一体何があったんだろう。ナタリア、君なら知ってるんじゃないかな。島の人たちの死体ね。みんな実験に使われたのよ。実験、なんとなく覚えてる。疲れたでしょ。もう諦めたら。ううん、まだ頑張る。かわいい、かわいいけども。どこにいるんだい。次はどっちに行けばいいんだい。クロナタがいないと絶対無理だなこれ。こっちはいないね。こう行って、あ、そこにいるな。いるけど、これ道はこれでいいのか。こう行って、で、こっち向いてるね。だからここを乗り越えていく。で、こういって、これかな？あれ？結構簡単だぞ。あー、でも一匹そこにいるな。あいつ動いてんのか？動いてんな。
ってことは、ここですれ違いされると困るな。で、ナタリア見えてんな、あいつ。やべえな。お前見えてるぞ。こっちからこう行って回って、で、今向こうにいるな。オッケー。ナイス。ん？帰ってくる？帰ってきてんな、あいつ。でも帰ってきてるってことは、反対向くから大丈夫か。いけるね。OK。よし。気をかがんでいきますね。黒ナタ。白ナタが困ってるよ。ここまでは大丈夫っぽいね。OK。あーちゃん、服ドロドロになって。危ないわ。危ない？え？何？何かいるの？ああ、そうか。あなたには見えないのね。私の目にははっきりと見えるのに。ナタリアセンスだね。見えない敵いますね、ここに。めんどくせえ。ちょっと待てよ。ってことは？こっちに行かないといけない？こっちだよな。で？あんまり先見すぎたら面白くないね。ちょっとこの辺で一旦待とうか。これも見つかったらあかんねやろな。反転してくる。うわ、ギリギリ。よし。で、ここまでは行けた。で、どこに行けばいいんだろう。この辺でも敵いな、足当たるな。あー、これか。やったね、このギミック。バリーの時に。なんか、キューブのやつがいるやつだね。足場が。どこだ？え？ないよ。あ、ここだ。え？そこに敵もいるから。なるほど。なあちゃんどこ行った？ということは、あいつがひっくり返ったら、ここでひっくり返る。あ、そこか。ほい。頑張れな、あちゃん。ふぅ、よかった。これでも敵いないよね。これ一応なあちゃんでも持てるように中身が空なんだね。周り木だしね。うまいことできてるよね。ちゃんと考えられてる。これ何も考えずに登ったけど大丈夫かな。いていいの、ナダリア。ちょっと見えない敵とか、おー、君もそうやって登るんだね、やっぱり。黒っぽくなった瞬間に、こう、ちょっと魔女っぽい感じするな。と？これくぐる感じでいいのかな？あー、ぽいね。まだ、煙の瓶は、あ、いえいえ、いつの間に先にいてた。無理しすぎじゃない？倒れるわよ。大丈夫。ロッティに会うまでは頑張れる。この先も怪物がいっぱいよ。草の中に隠れたら？やってみる。
なるほど。どこでね。え、そこに一匹いますね。こいつどこまで行くんだ。お、どこまで行くんだこいつ。待て待て待て、ナタリア大丈夫か。あ、見えねえな、すげえな。ナちゃんすごいよ、賢いよ。うわ、あの草ギリギリまで来んねや。あ、そこでひっくり返んだね。ふう、ドキドキする。こうやってついていってたら、あの横から見られてたみたいな、一番ダサいよね。いたんかーいみたいな。ここ隠れれるんだけど、当たり判定あったら思いっきり追い出されるけどね。当たってない当たってない当たってない、おーい、当たってたね。今追い出されてたよね、確実に。あっぶねー、あーぶねー、隠れてて今完全に追い出されてたよ、あのガサガサって外に。あー、家は関係ないっぽいね。どっちだ、こっちか。あ、そこに発電瓶ある。ここに瓶があるということは、こっちじゃないんだな。こっちにとりあえず瓶はあるから、瓶だけ取りに来ようか。やばいね、近くにいるね。前の方に行っとけよかったな。どっちだっけ。あ、えい、これはもらっとく。え、こっちでいいんだよね。じゃあこう行って、この辺もなんか草多いね、隠れれるための。あ、でもやっぱ敵少ねえ気がする。お、おっとっとっと、ここにもあんのか。どっから持ってくるんだ。なんかこの音楽ちょっとファイナルファンタジー感あるわ。これでも簡単だな、敵いねえもんな。これ持って普通に行くだけでいいのか。バレへんよね。あれ、どこだっけ。あれ、クロナタリアどこやった。こっちか。あ、こっちだな。一応クロナタが動いてる間は白ナタはしゃがんでんだね。賢いね。いなかったよね、敵。急に出てくるとかやめてね。上にいるとかもないよね。ないね。これ海岸線目指してんだよね。もうちょっとだな、多分。あれ、もう、あ、いなかったね。あれ、上におられたらもう終わりだね。あれ、まさかもう終わり？最後の最後にくっそ難しいのとか来る？
あー、嫌な予感すんな。結構遠いぞ。あ、この辺まではでもとりあえず大丈夫かな。もうロッティのことは忘れたら、私が友達になってあげる。そんなの嫌。ロッティを探すの。ちょ、お前見えない敵いるんだけど、そこに。言っといてー。多分バレバレだけど。こっち向きに振り返ったらバレるよ、僕。やっぱ一回あれやな、なあちゃんで来ないと分かんないんだ、あの見えない敵は。こっちにもいる、もしかして。音で分か、音とあの画面がぐにゃぐにゃぐにゃってなるから分かった。お、柳さんいらっしゃい。ここにいるね。こいつでも思いっきり入り口の前にいるんだけど、これ発煙瓶で行ってみようかな。行くよね、虫でも。さすがに厳しくない。おお。よし、いけたー。あと3本。あ、まだまだあるやん。え、何個持ってんの？あと3本だ。疲れたでしょ？休んでもいいのよ。まだ頑張れるよ。まだ頑張れるね。お、タコさんいらっしゃい。こんばんは。ありがとう。ジャス、ジャス。今はね、バイオハザードリベレーションズ2に出てくるキャラクターたちの、ま、スピンオフ的なやつかな。で、遊んでいるんだけど、こいつさ、もうこっち向いてない？これね、今敵にバレちゃいけないっていうゲームをしてます。こいつはどっち向いてんの？こうか。こっち向いてんな。あ、違うな。こう向いてんのか。じゃ、ここの草だったらバレないな。で、ここに見えない虫がいる。だから見えない虫型の方が危ないね。こっちから回る。あ、で、通信塔か。なるほど。え、待って。あそこ中入らなあかん、もしかして。中だったらちょっと厳しいよ。いや、中やな、これは。ってことは、もう、発煙瓶で、やっちまった方が早そうやな。おいで、ナタリア。うわ、あの、シルエット怖っ。黒ナタのシルエット怖っ。一応、ここに隠れといて、すげえ声いっぱいいろんなとこするんだけど。切れたと終わりだからね。オッケー。うぃー、外が暗くなるわ。かわいそうだけど、ロッティのことは諦めたら？いや、パパとママみたいに会えなくなるのは嫌なの。テラグリジアパニックでみんながいなくなった時みたいに。うん、一人ぼっちは嫌なの。心が空っぽになる。空っぽでいいじゃない。あなたは器なのよ。私を受け入れればいい。いや、あなたは違う。ロッティじゃなきゃダメなの。ここまで意志が強いとは思わなかった。とうとう本性が出てきましたね。
待て待て、行っていいのか、行っていいのか。でも全て疑心暗鬼なんだけど。あそこに手紙あるな。もう行っていいのか。もう少し、もう少し。ロッティ。ナタリア、僕の旅はもうおしまいだ。この先の海岸で君のことを待ってるよ。ロッティ、今行くよ。ムカつくガキめ、この僕が抑え込まれるなんてね。器が満たされるのはしばらく先のようね。まだ時間はある。覚悟しておきなさい。船、今行くぞモイラ、頼む、無事でいてくれ。はい、ロッティどうしてなの、お達成しました。まあそしてバリーに会うってことだね。あの後 S でしたね。リアタイムちょっとかかったけど、はい。まあ、こんな感じで、なっていて。めちゃめちゃ混ざったね、今。ナタニアとロッティが混ざって、ナッティになってしまいました。まあ、ナッティの二人はですね。まあ、結局、バリーの時にロッティを持ってないっていうのは、そういうことなんだよね。で、バリー編で、最終のところ、洞窟まで行った時に、ロッティがなんか、ね、えらい目に遭ってましたよね、洞窟のところでね。なんかそんな感じにつながっていくという話でございまーす。そうだね。はいはい。ナッティね。そう。はーい。というわけで、ナタニア編も無事終了いたしました。ちょっと今日はね、モイラもナタニアも、僕カジュアルでやらせていただいたんだけど、またね、サバイバル、サバイバーか。カジュアルのもう一個上のやつでやると、またそれはそれで違った形で見えるので、面白いのかなと思うので、またその辺もね、やっていけたらいいなとは思います。もしかしたら動画とかにするかもしれないね。もうちょっとね、難しいです。うん。ただ、モイラがあれ、僕、サバイバーになったらもうマジで厳しいね。海岸沿いかな？バレたらダメなところで僕一気にバレてしまったから、あそこでアイテムを集めきれなかったっていうのがもう悲惨だったね、結局はね。いやー、そんな感じでございますよ。これがリベレーションズ2のダウンロードコンテンツでございます。多分ね、この2つしかなかったはず。そうだね。これ、ムービーは今までのムービーだから、まあ別に変わったものもないし。そうだね。一応全部制覇しましたね。エクストラエピソードの予告。
これ見たことあったっけ？一回見てみる？次回のリベレーションズ2は。動けるならとっとと出て行け。すぐまた面倒に巻き込まれるぞ。ロッティ、ロッティ、どこにいたの？どうかしたの？ねえ、ナタリア。前回の最後に見たね。見てた見てた。見てましたね。シークレットファイルとか僕全然ないんだけど、これ何なんだろうな。一応ね、バイオはね、基本的にこういうギャラリーっていうのが毎回あるんだよね。うん。買ったりするんだよね、フィギュアとかも。ね。ここなんかいろいろ出てきます。バイオ8、ビレッジの方とかでも僕何個かフィギュアとかはありますね。でね、レードモードっていうのもあるんだよね。このレードモード僕もよく分かってないんだけど。いろいろね、あります。レードモードだから、このステージを何分以内にクリアしてとかそういうことの感じかな、これは多分。まあそんなもんかな。ランキングとかも見れます。オンラインのね。全エピソード。ちょっとだいぶ時間かかるだろうけどね。あ、戻りましょう。あ、戻れません、今。繋がってて。あ、来ましたね。00時間、00分、00秒ってもうえぐいことになってるんだけど、どういうことなんだろうね。あ、この辺からまともだわ。7秒とかいるね。ようわからん。チートみたいな感じなんかな。あ、ここに、K 梅さんっていう日本の方が1時間4分でクリアしてますね。全部をね。面白いね。まあ、こんな感じでもね、見れたりしまーす。はい。というわけで、今日は、こちらのね、バイオハザードリベレーションズ遊ばせていただきました。で、次回は僕、リベレーションズ1をやろうかなと思ってるんですよ。今回ちょっとその、テラグリジアパニックの話とかも出てきたし、FBC の長官の話とかも出てきてたので、リベレーションズ1の話なんですよ、ほとんどが。なので、ちょっとこう、次回はリベレーションズ1をやって、ろうかなと思っております。で、今回ちょっとね、クレアとかモイラーとか、まあクレアはまあ有名だけど、そこまでこうバイオハザードメンバーじゃなかったんですよね。まあバリーとクレアがいるから、まあだいぶ最強のメンバーなんだけど、リベレーションズ1はジルとクリスです。クリスも出てきます。若い時のね、まあ、若くもないけど、まあ、多少若いクリスが出てきます。まあ言うたらゴリラメンバーです。スターズを辞めて、同じ BSAA のメンバーの話です。BSAA 主体の話で多分みんな見たことないと思うので、まだ。リベレーションズ1でね、見ることができます。で、まだその時は民間企業、NGO 団体の BSAA なんだけど、リベレーションズ1をクリアした時に、BSAA が、国際的に、連盟になります。だからまあ、BSAA の名前が売れた時の話ですね。うん、で、その後、いろいろあっていくって感じだね。だジルとか、クリスは、BSAA 立ち上げメンバーで言って、なんとかイレブンとかいうやつのメンバーです。その時のお話だね。いやー、楽しみですね。で、それが終わったら今度は、ジルつながりで RE3 をしようかなと。で、RE3 が終わったら、RE2、RE4 で、レオン編をね、こうやっていこうかなと思います。最終が RE4 になりそうかな。まあ一番新しいバイオハザードだしね。その辺も、順番にやりつつ。で、間で、ちょっとね、同じようなストーリー系のゲームで面白そうなのが何個かあって、アランウェイクやったかな。
なんか作家さんのお話のゲームとかね、いろいろそういうストーリー系のゲームがまだまだいっぱいあって、めちゃくちゃ持ってるんですよ僕実は。そうなんです、実はめちゃくちゃ持ってて、今までやる場所がなかったので、その辺もね配信していこうかなと思います。動画にもしやすそうだしね。というわけで、今後は多分そういうストーリー系のゲーム、ちょっとだから見た目が映画っぽい感じの、もうフルボイスなんみたいなとかも出てきますので、お期待いただけたらいいなと思います。というわけでおじいでございました。また次回の配信でお会いしたいと思います。ちゃんとたくさんありがとうございました。皆さんもね、見に来ていただいて本当にありがとうございます。ご視聴は本当にありがたいです。また次回の配信でお会いできる日を楽しみにしております。お疲れ様でございました。ではでは、おやすみなさーい。